そんなに恥ずかしがらなくていいからさ、もっとちゃんとこっちを見てほしいんだ。君と正面から向き合いたいんだよ、スネオくん。それでは今週も行ってみましょう。穴沢雄介のいちご畑と青い空。アロハー、渡利町の皆さん、そしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さん、お元気ですか？この1週間お元気でお過ごしでしたか？今日はお芝居風に始めてみましたよ。意味わかりましたか？昔の記憶なんですけどね、ドラえもんに出てくるスネオくんってなんかいつも横顔みたいだなって思ってたんですよ、子供の頃。なんか正面見てるようで正面見てないような、スネオくんってなんかいつも横顔みたいだなーってそう思ってたんですけど、私だけでしょうか？それとも近頃のドラえもんに出てくるスネオくんはもうちょっと正面向いてるでしょうか？でもね、スネオくんはまだいいと思いますよ、私に比べれば。そうそう、現在私穴沢は大分に来ております。2年前ぐらいでしたでしょうか、大分のお客様、女性のお客様2名に私大変微妙なこと言われました。一人の女性が言いました。花沢さんの私後ろ姿が一番素敵だなと思うんですよねって言われて、もう一人の女性は、私花沢さんのそういえばあのシルエットの写真、あれすごくかっこいいなと思ってって言われまして、私顔が出てるとダメみたいです。そんな穴沢が今週も明るく楽しくくだらなくお届けいたします。これは一押しだね、これは一押しだね、なんと素晴らしい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 。アナちゃんの一押し、食べ物同様これまで全く好き嫌いなく様々な音楽を食べてきた私穴沢雄介が、皆さんにもぜひお召し上がりいただきたい音楽をご紹介するコーナー、アナちゃんの一押し。本日はまず何にも言わずに一曲お聴きいただきたいと思います。ではどうぞ。
Thank you.
はい、いかがでございましたでしょうか。今回のこのコーナー、毎日新聞社が発行する週刊展示新聞展示毎日にて、私穴沢が執筆しております連載、こちらおすすめの新譜 CD をご紹介する連載、幅広おすすめ CD レポの6月14日掲載号の2枚目の CD としてご紹介しました CD アルバム、グルムルの神秘なる大地を特集したいと思います。1曲目におかけしましたのは、このアルバムの一番最初1曲目に収録されております We Are Through という曲でした。皆さんいかがですか、このアルバムタイトル神秘なる大地と付けられていますけれども、お聞きになって神秘なる大地っていう感じしましたか。私穴沢は全然神秘なる大地というアルバムタイトルがピンときていません。これ連載にも書いたんですけどね、大地っていうともうちょっと雄大な音楽を連想させますけど、非常にこう温和でね、それでこうどこかハワイアンを思わせるようなそんなメロディーラインですしね、神秘なるというともうちょっと民族的なあるいはアバンギャルドなイメージを持ちますけど、非常にこうね、シンプルな音楽ですし、どちらかというとこの音楽にそのリラクゼーション効果というか、そういうものを求めるリスナーたちに訴えかけるような、そんなアルバムタイトルにした方が良かったのではないかななんて思うんですけどね、余計なお世話ですけどね。これでも神秘なる大地って多分このグルムルさんご本人がつけたタイトルではないと思うんですよね。なんかこのアボリジニということだけでね、つけられてしまったようなアルバムタイトルかななんて推察してしまいますけれども、このアルバムはですね、本当もう一貫してこの雰囲気です。もうサウンド的にもずっとこのアコースティックギターベースのね、サウンドですし、作曲上のアプローチももう終始このスタイルでございます。まあ、ですからね、スピーカーの前でじっと聴き続けるという意味ではちょっと飽きちゃうかなという印象がありますけれども、でもこういうアルバムって逆に、BGM として用いるには本当に適している、そういうアルバムだと思うんですよね。こういう、リラックスできる音楽ですからね。まあ、朝食の BGM とかね。まあ、あと、お休み前の BGM とか。とてもいいと思いますね。まあ、それから、お店経営されてる方。まあ、飲食店、カフェなんかでも合うと思いますけれども、例えば、整体とかね。あと、美容系の、サロンとか。そういうところに用いたらこれはもうとても良いのではないかなと思いますよね。そう、こう一貫した雰囲気を持ってるアルバムって、ね、そうなんですよね。 BGM にはすごく向いてるんですよね。前々回のこのコーナーでも申し上げましたけど、私穴沢はアルバム制作においては飽きない、飽きさせないというのを割と主眼に置いてますからね。BGM としては使いにくいアルバムばかりなんですよ。ライブにおいでくださったお客様が、ね、こうお店の BGM に使いたいけど
どの CD 買っていくのが一番いいですかなんてこう聞かれることあるんですけど、すごく悩んでしまいますよね。まあ、なんかこう底抜けに明るい曲があった後にはね、こうドヨーンとした曲が来たりとか、まあ、私のアルバムの場合はそういう構成が多いのでですね、本当 BGM としては使いにくいアルバムばかりなんですが、まあ、たまにはこういうね一貫した雰囲気を持つアルバムっていうのを作ってみるのもいいかもしれませんけどね。まあでもとにかくそんなんで本当にこう、ゆったりとくつろげる、本当リラックスできるアルバムですのでね、ぜひ皆さんもお聴きいただければなと思います。ということで、本日のこのコーナーアナちゃんの一押しはグルムルの神秘なる大地を特集いたしました。それでは最後にもう一曲じっくりお聴きいただきたいと思います。ガスマウラお聴きください。Malatur
salin punaya wakin mama yuto ngalin yungbu pawawo yujingo From you to you.青空の優子さんから穴沢の祐介さんへ。毎月ちょっぴり面白い、はたまたちょっぴり難しいお題を優子さんが出して、そのお題から想像の翼を広げて祐介さんが一曲に仕上げるという音楽の宿題コーナーです。はい、FM 青空と私穴沢のコラボ企画、恐怖の宿題作曲コーナー From You to You ですね。前回、先週ですね、6月の宿題、うちのワンコとうちのニャンコもしも一緒に暮らしたらの発表をいたしましたが、休む間もなく次なる宿題が届いておりますよ。それでは、ガッキー先生ことFM 青空の西垣優子様の音声を聞きましょう。はではでは、ガッキー先生よろしく。穴沢の祐介さん、こんにちは。こんにちは。青空の優子です。穴沢の祐介です。穴沢さんの一押し武将は足利高氏氏なんですね。ね、この間ね、私はですね、やはり渡りを治めたお殿様伊達重真公が一押しです。なるほど、やっぱりね、重真様はですね、とにかく豪快で強い武将だったようなんですが、強かったみたいですね。私が惹かれる理由は別のところにあります。ほうほうほう。東日本大震災の後に初めて知ったんですが、重真様はその当時自分の領地である渡りが津波に飲まれたひどい状況を目の当たりにされた方だったんです。うーん、渡りに入府してわずか9年後、慶長三陸地震大津波が起きました。はあ。震災後も重真様は負けずに逃げずに渡りの発展に力を注ぎました。今ある渡り町の原型は重真様が作ったものだということを知って、私は震災前よりもずっとずっと伊達重真という武将が好きになりました。なるほどですね。それでは7月の宿題です。はい。お題は重真林を編曲してみよう。ほほ。です。渡り町には十数年前に町おこしの一環で作った重真林という夏祭りのお囃子があります。原曲を作ったのは渡り町の音楽家岩間圭さんです。重真公のお膝元渡り町内で渡り神社を出発して町内を行列が練り歩き踊る、
そんな様子を思い浮かべながら作られたそうです。震災前には渡りの夏を飾るイベント渡りふるさと夏祭りでこのお囃子に合わせて毎年大パレードが行われていて町内外からたくさんの方々が参加していました。また8年前からは渡り小学校の子どもたちもこのしげざね囃子の取り組みが始まっています。お囃子を太鼓やリコーダー鍵盤ハーモニカを使って迫力のある演奏に仕立てて踊り手は旗を振ったり緑や黄色などの衣装に身を包んで鳴子という木製の楽器を手にして力強く舞うというスタイルで新しい伝統として受け継がれています。へー。穴澤さんはこきりこ節の編曲版を作っていらっしゃいましたよね。そうですよ。ですので今回はしげざね囃子の編曲はどうかしらと考えたわけです。なるほど、なるほどですね。ということで7月のお題しげざね囃子を編曲してみようです。いかがですか。はい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 、なるほどですね。これはいいんじゃないですか。なんか私もすごく興味深く取り組めそうな気がしますね。まあじゃあ今回は作曲というか編曲の課題ですね。いいと思います。これね、渡りにもちなんだ音楽に私もちょっと携われるということで、頑張りたいと思います。あ、そうそう、先週ね発表した6月の宿題に対するね、感想もこの間リスナーさんからいただきましたよ。これ来週に楽器先生の6月の宿題への好評と一緒にね、ご紹介させていただきたいと思います。他にもリスナーさんぜひぜひご感想お待ちしてますですよね。ありがとうございます。ということで From You to You でした。はいはーい、今週もあっという間にエンディングの時間です。この番組そして私穴澤に対するご意見ご感想苦情メッセージ苦情リクエスト苦情などございましたらぜひぜひ FM 青空までお電話ファックスの方 0223-32-2293 番 0223-32-2293 番 E メールの方は青空 792@gmail.com aozora792@gmail.com でございます。ぜひぜひね、皆さんからのメッセージをお待ちしてますよ。大募集中ですよ。ということでここまでのお相手は私後ろ姿が売りの穴澤雄介でございました。それではまた来週、アディオスアミーゴー。